い、遅えぞ。本気で走れって。待ってよ。花火大会本当にやるって？うん、昨日運び込んでるの見た。すっごい量だったから見応えあるよ、きっと。ケベスとアグヌス、生きるためには何が必要？水、食料。そうじゃない、ここで必要なのは人の命だ。互いに命を削り合い、削った命は自らの命へと変わる。そして命を削られた者はムクロとなる。兵ごと爆散させてしまっては命が取れないではないか。角座だ、足元を狙え。了解、足元を狙います。生きるために戦う、戦うために生きる、それが俺たちの世界、アイオニオンだ。
永遠を意味するその名とは裏腹に、この世界はゆっくりと死に向かっている。俺たちはその現実をまだ知らない。俺に構わな、ノア。まだ終わっちゃいねえ。だけど二人ともくっちゃべってる暇ねえぞ。ああ、増援のお出ましだ。の技はどうよ。じゃあ次、このまま敵を蹴散らしながら前進しようぜ。ああ、でもランツ、のが上だと思ってたけど手強いね。ノア、応戦しよう。抜刀だ。こっちに来やがれ。助かった。パワードトリガービート。当たれ。クラッドワード。このまま攻め切る。よそ見はさせねえ。俺を見てな。こっちに来やがれ。助かった。終了。やったじゃん。分番引きつけられねえ。こっちに来やがれ。スラストエッジ。アシンクルヨン。ライジングブラスト。パワースラッシュ。脇から疲れた。ランツ、前衛が崩れる。トリッシュのチームか。ユニ、カイツんとこはどうなってる。援護してるはずだろ。重砲隊を守るのに精一杯で動けねえみたいだ。今動けるのは私らだけ。行こう。前衛が抜かれたら次は本隊だ。けどここはどうする。俺たちだけで支えられる。行け、ノア。
レウニス、前衛の崩れ、こいつのせいか。やるっきゃないよ、ノア。分かってる。ノア、タレントアーツをお見舞いしてやれ。俺たちは皆この姿で生まれる。兵士として、アグヌスを殺す兵器として。そう、俺たちは戦うために生きる。
ンキューランツ。礼なら後だ。奴らお前が狙いみてえだぞ。アタッカーさえ潰せばってんだろ。そう簡単に行くかっての。ったく、フープの野郎、ノア並みにすばしっこいね。ユーニ、地味にうぜえな。カイツ、範囲圧。了解。いたんだったな。油断したぜ。大丈夫？ユーニ。ありがてえ。感謝するぜ、ヨラン。お荷物が。おい、作戦を変えるぜ。カイツ、撃てる限りアーツを撃ちまくれ。狙いは？どこだっていい。え？かくあんすんだ。気を引きりゃそれでいい。俺たちの狙いはあのお荷物だ。ヨランを？成績最下位だろ。なんでまた。だが、あの回復能力は本物だ。だからよ。なるほど、教本通りに行くってわけ。尺だがな。そんで一気に片付けるぜ。ああ、上に遮蔽壁の向こうだ。ノア、回り込めるか。ノア、ケッセルたちの動きがおかしい。なんだって。やられた。カイツはおとりだ。奴らの狙いを。勘がいいな、ランツ。ランツ。だが、どこまで耐えられる。ほれ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 。くそ。動くんじゃねえ。こいつらの狙いはお前だ。でも動くんじゃねえっつってんだろ。僕のために。手間が省けたぜ。
なんで止める？こいつが出しゃばりさえしなけりゃ。耐えられたの？相手の攻撃。ヨランの判断は正しいよ。あそこでヨランが力を使わなきゃ、お前が真っ先にやられてた。だからってわざわざやられに行く必要ねえだろ。ヨランはお前を守りたかったんだ。ゲッセルたちを引きつけて反撃のきっかけも作ってくれた。ものにできなかったのは俺たちだけどな。もういい。喧嘩はやめて。僕のせいだ。僕がもっとしっかりしてれば負けなかったんだ。ヨラン、せっかく決勝戦まで行ってたのにごめん。今日は大事な日だったのに、本当ごめん。大事な日って？誕生日。誕生日？お前んだよ。今日から2期目だろ。忘れんな。お勝って迎えたかったのさ。力入ってたもんな、ランツ。うっせえなあ。ああ。ちゃんと謝っとけよ。気が向いたらな。俺たちの寿命は10年。生まれてから1期2期と呼んで、最後は10期。それまでの10年間、俺たちは戦い続ける。正確には10年も戦い続けられるものは少ない。ほとんどが10年目を迎える前に戦場で命を落とす。無事に寿命を迎えることができた者にはある名誉が与えられる。それが成人の儀だ。おはよう、ヨラン。ノア、おはよう。ランツも、おはよう。急げよ。成人の儀見逃しちまうぜ。ここでは初めてなんだって。ああ、すっげえよ。までお出ましかよ。あれが私たちの女王様。僕初めて見る。Thank you.
聞いていたけどすっげーよ。俺もいつかああなりたい。絶対なってみせる。お前らもな、絶対迎えようぜ。当然だろ。ノアもな。え、ああそうだな。女王から生まれた命はやがて女王へと帰っていく。そのために皆が成人の儀を受けるために生きる。10年の時を全うするために戦う。そうすることが当たり前だった。それが俺たちの世界だった。あのことが起こるまでは。なんで送る？え？なんで敵も送るって聞いてんの？なんでって？お前いつもそうだろ。敵だぞ。アグヌスだぞ。そうだけど、向こうにはいないだろ、送り人。そりゃあたしらがやっちまったからな。それで？規則には書かれていない。自分でやっといて送るの？矛盾してね、それ。やらなきゃ俺たちは死ぬ。それでも。はいはい、もう分かってるって。敵であっても命の安らぎは必要だ。それが送り人である俺の役目だ。だろ？俺そんな喋り方か？うっせえ、別に真似したわけじゃねえよ。さ、辛気臭い話はこれくらいにして帰って風呂入ろうぜ。汗と血で気持ち悪い。なあ、輸送機また乗り遅れたな。嘘、マジ？たく、ノアが送るからいつも歩いて帰る羽目になるぜ。
さあコロニーナインへ戻ろうぜ。残っているのは俺たちだけか。待たせて悪かったな。いいよ、慣れっこだ。隠した相手だったとはいえ、無傷とはいかねえもんな。コロニーシグマの兵士たちだって生き抜くために必死だったんだ。俺たちのように。あっちはやる気みたいだな。こっちに来やがれ。ありがとう。受けられねえ。ザコ相手じゃあくびが出ちまうぜ。俺の役目だから。よっ。はっ。ここもきっちり探索しないとな。